本日2月2日はニャンニャンの日です。皆さんからは可愛らしい猫ちゃんリポートをいただいております。では早速見ていきましょう。1枚目はこちら、兵庫県姫路市の方からです。日差しが届く場所で日光浴、気持ちが良さそうですね。カメラ目線いただきました。続いてこちら、神奈川県相模原市南区、暖かい日差しが気持ちがいいのか、ずっとこのポーズで寝ていますと。いいですね、水曜日のお昼間、私も寝ていたい気持ちです皆さんも同じではないでしょうか。続いてこちら、埼玉県戸田市、日差しが暖かいね。2022年2月2日、2がいっぱい並んでいます。にゃんにゃんのリポートも見たくなる数字ですね。では最後、千葉県船橋市、我が家の18歳になるにゃんこは日の当たる塀の上で日向ぼっこをしています。風は冷たいけど春を待っていますということで、いい写真が撮れたみたいですね。春を待ちわびているようです。可愛らしい猫ちゃんリポートをご紹介していきました。さあでは続いて現在の気温を確認していきたいと思います。猫ちゃんたちの体感はどうだったかな。寒いところもあるかもしれませんが、西日本から東日本の太平洋側の一部ではピンク色の2桁まで気温が上がってきているところもあるようです。そしてその他、5度から10度というオレンジ色のところ、西日本東日本では多いですが、北日本ではそれよりも上がらないところが多くなります。万全の寒さ対策欠かせません。そして今後の予想を確認します。14時ごろ最高気温が出やすいタイミングですが、やはり西日本から東日本では10度に届かないところが多いです。北日本では1桁もしくは氷点下でこの後も継続していくところが多くなります。体調管理を万全に行っていきましょう。またこの後も皆さんからの猫ちゃんリポート募集しております。最新の気温の情報やお天気の情報はウェザーニュースのアプリからご覧いただくことができます。ぜひご活用ください。